大家好，我是木村拓哉。上海は月の恋人っていうドラマでロケに来させていただいた以来なので、もう8年9年ぶりぐらいじゃないですかね。もう街全体のエネルギーが非常に強いなっていう印象があるので、その時は撮影でずっと滞在していたので、ちゃんとしたレストランで食事をしたとかそういうことがあまりなかったので、また今度ゆっくりちゃんと満喫したいと思います。いや、そんなことないですよ。トップだとは思ってないですし、韓国でも中国でももう本当にこうたくさん、もちろん日本でもいらっしゃるので、 K-POP でガッっていう踊りを見せられた時に、うわすごいなっていう、かっこいいなって思うし、で女の子のグループがすごいキュートなダンスでパフォーマンスしてると、あ可愛いな、キュートだなって思うし、バーサスなマインドは一切ないし、うん、素敵なものは素敵っていうふうに僕自身思いますよ。なんだろうな、秘訣はたくさん素敵な人たちが他にもたくさんいるっていうのをしっかりと受け止めるっていうことは一つ大きな要因になってるんじゃないかなと思いますね。そういう人たちからいろんな刺激もいただけるし、うん、いや本当に台本もないし、君は人を待ってる急に言われて、誰を待ってるんですか。いやいや誰とかじゃないんだよ、君は人を待ってるんだよ、 Ready? って言われてアクションってなったので、んってもうその要は How to が僕やったことなかったので、もうクエスチョンが頭の中でいっぱいになって、で分からなくなった時に、共演者のトニー・レオンが、いやもう分からなくていいんだよって、もうとにかく分からなくても何でも楽しんで、とにかく楽しんでっていう言葉を僕に投げかけ続けてくれて、それで現場にいることができた。日本では1月の18日から公開されるんですけど、東野圭吾の原作をもとに映画化したんですけど、刑事が潜入捜査を命じられた場所がホテルっていうストーリーです。すべて撮影を終わって、みんなでパーティーを開いている時に、その東野圭吾さんから、実は今回のニッターっていう僕がやったキャラクターなんですけど、木村さんをイメージして描いたんです伝えられて、嬉しいんですけど、もうちょっと早く知りたかったなっていうのがありましたね、はい、あでも普段は本当に僕の私服はすごい楽な格好なので、デニムに T シャツにジャケットっていうぐらいなので、家に帰ったらそのジャケットを脱ぐぐらいですかね。いや趣味は相変わらずスポーツは好きですね。サーフィンだったりゴルフだったりバイクだったり、こう同様に駆られて船のライセンスを取ったので、こだわりってまではいかないですけど、海に入って時間を忘れる時があるんですよ。そういう時は結構お世話になってます、はい、18歳とかはめてた時計だったので、アクセサリーにしてもそうですけど、自分の中の特別なストーリーをきっとなんかプラスアルファで携えた上で身につけてると思うので、とにかく強いっていう、そので安心して腕にはめていた感覚は今でも覚えてる。
目指してるものは、自分がこうなりたいっていうことではなくて、自分でこう土を削って何かを掘り出すんではなくて、相手がじゃあ映画一緒に撮ろうよだったり、一緒に音楽やろうよだったり、求められるっていうことがとても僕は貴重なことだと思うので、アイドル育成のバラエティ番組、アドバイス、いや、そうね、今皆さんが踏み出した一歩っていうのは明日踏み直すことないんですよ。もう一歩踏み出したその一歩は明日同じ一歩ってないんですよ。だから本当にその一歩一歩を本当に大切に全力で歩むべきだと思うし、まあ僕もでも最初は本当に舐めてたというか、蜷川幸雄さんっていう演出家に出会って舞台を経験するまで、人から拍手をいただくっていうことの価値に気づいてなかったので、人からの声援っていうもの、人から拍手をいただくことっていうものは本当に、なんだろうな、みんなが思ってる以上にすごく貴重なものだと思うので、当たり前なものにしてほしくない。その歓声だったりとか拍手のに見合った、すごくバランスの取れた一人一人になってほしいなっていうふうに思いますね。ウェイボー多分始めると思うので、いろいろチェックしてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。谢谢。ありがとうございます。